それでは時間になりましたので、まず1曲目ですね、秋の踊りという、これは舞踊から来ている曲を演奏したいと思います。沖縄の歌は基本的には沖縄の言葉で、書かれていますが、これは全部標準語です。空も長月初め頃から、9月の初めですね、よものもみじを染めるしぐれに濡れておじかの、ずっと標準語の歌を、沖縄のリズムで包んでいくという、そういう歌です。三振をですね、教室開いています、岡村と申します。どうぞよろしくお願いします。去年のですね、ちょうど今頃ですかね、あっちに会場があった時に演奏させていただきまして、その後、教室を開かせていただき、その時から続けていただいているメンバーがですね、今日は一緒に出てくれるということで、1年前は三振はやってなかったんですよね。1年習って
今日はどうなったかというのを皆さんにお披露目する回ということでございます。それでは、一番最初にレッスンした曲ですね、ティンサグの花という曲をやりたいと思います。支えつつ演奏もするっていう2つのことを意識するので、でさらに歌も歌ってということで、まあ、よく頑張ってるなと思います。ぜひご興味ある方は三金堂さん の店舗の前にいろいろ掲示も出てますので見てください。もう一曲一緒にやりましょうか。はい、アサドヤユンタという曲知っていますでしょうか。アサドヤの福山によ、竹富島のところに綺麗な女の人がいるという歌が元歌なんですが、それがそのうち、標準語に直されて新朝ドヤユンタという風になりました。この歌お囃子がいろいろあるので、ぜひ皆さん一緒に、お囃子を言ってほしいなと思っております。2人がですね、途中でヒーヤと声をかけますので、かけられたらハーイヤで答えてください。ちょっと練習しましょうか。ヒーヤハーイヤ、こんな感じですね。あとはまた針のつんだらかぬしゃまよ、ここはぜひ一緒に歌ってほしいですね。一番最後、また針のつんだらかぬしゃまよ、ちょっといってみましょう。せーの、
最後に入ります、津軽三味線の演奏があった後、等身同意をですね最後にちょっとだけやろうと思います。等身同意、沖縄のカチャーシーの有名な曲ですね、さっきから座って座ってって言いましたが、今度はちょっと立ってもいいんで、ぜひですね手を挙げて沖縄のこの動きですね、左から右に流す、右から左に流す、この流す時にちょっと手首がクッと曲がるとそれっぽくなります。リズムが合っていればぜひ指笛も入れてください。リズムがずれた指笛はご遠慮ください。それでは津軽三味線の演奏からどうぞ。
想